その劣等性、実は最強賢者。ナロー系作家はほぼみんなハンターハンター大好きすぎだろな漫画。主人公は賢者の石を作りたいマニアな人族のオスで、人生をかけても賢者の石作成に成功しなかったために、転生魔法を使って転生することを決断。10歳になった時に転生に成功した記憶が呼び戻されたが、転生魔法の影響か、前世の記憶以外が混濁しているというなかなかやるじゃないな設定をした後に、主人公が前世で鍛えまくった念能力のテストをして、念能力が使えることを確認する。この魔法が使えますっていう魔法って概念がほぼハンターハンターの念の概念であって、やっていることが念能力でクッソ激烈に笑ったので、念能力って概念ってクッソ激烈に面白いし、ナロー系作家目指すなら、少なくとも念能力者バトル漫画作りたいって思うものだと思ったので、そこから、その異世界ファンタジーには念能力系統が存在するみたいな、集英社に怒られちゃうレベルのジェネリックっぷりを発揮するというハンターハンターの二次創作のような作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。